ローザンヌ条約は1923年7月24日、スイスのローザンヌにあるパレド・リミーヌで締結された、講和条約。条約により、第一次世界大戦開戦以来、元オスマン帝国と連合国の戦争状態を終結させた。西欧諸国が条約で定められたトルコ国境に基づき、トルコ共和国を主権国家として認める代償として、 トルコはそれ以外の元オスマン帝国領を放棄した。条約の原文はフランス語で書かれた。1920年にオスマン帝国のスルタンメフメト6世が連合国と締結したセーブル条約で東トラキア及びイズミル地方を得たギリシャはさらにその領土を拡大しようとコアジアに侵攻した。ムスタファケマルアタチュルク率いるトルコ軍はこれを撃退し、 イズミルを実力で奪還した。ケマルは続いてアルメニアを閉廷した。ケマルはソ連とモスクワ条約をフランスとは休戦条約を締結した。また1922年にはスルタン制を廃止した。そこで連合国はセーブル条約に代わる新たな講和条約を結ぶことにした。スイスのローザンヌでベルサイユ体制が7ヶ月もかけて調整され、 トルコとイギリス、フランス、イタリア、日本、ギリシャ、ルーマニア、ユーゴスラベア王国の間で条約が調印された。ローザンヌ条約によって連合国は原則として賠償請求権を放棄した。その代わり、ベルサイユ条約第259条第1項及びサンジェルマン条約第210条第1項によりすでに連合国で 管理している500万トルコポンドを譲り受けた。そして1923年11月23日、パリにおいて連合国間の分配に関する協定が成立したが、譲り受けた500万トルコポンドに加え、戦前、オスマン帝国が軍艦購入資金として、イギリスで発行した5分立家国庫証券で、イギリス政府の保管している84万6100スターリングポンドを、 各連合国へトルコからの被害額に安分比例の上へ分配することとなった。条約は1923年8月23日にトルコに批准され、以降ギリシャが1923年8月25日に、イタリアが1924年3月12日に、日本が1924年5月15日に、イギリスが1924年7月16日に批准した。 批准書が正式にパリで帰宅された1924年8月6日、条約が発効した。この条約により、近代トルコ国境が決定した。国境変更以外の条項はおおよそ以下の通りである。ありがとうございます。